てからこここちらウクライナハリコフから連絡がなくなる可能性があります。去年まではあの2年半は日本に住んでましたが、あの去年のウクライナに戻ったらあの実家に帰りましてで、今年の2月の24日のロシアの軍隊は侵入しました。 であの、今はロシアの侵入者は、携帯や Wi-Fi のつながりを切りたいと聞いてあ、すごく心配してます。それが私たちは、外の世界と連絡がなくなるためです。あそしたら、ウクライナはどうなってるかどうか、もう世界がわからなくなります。 であ、最初は市民に対してあ何もやれないと侵入者が言ってたけどあ今はもう関係なくあの爆弾落とされていますあ明日があるかどうか分かりませんあ私たちの今は一つああの本当に一つだけの宝物は人生ですそして 海外の国々全世界は本当に私たちの最後の最後の希望です。あで、ウクライナの現在事情をできるだけあのシェアをお願いします。もう本当にこれは最後のお,お願いです。ありがとうございます。